どうもー、マンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。欲しい欲しい欲しすぎるー。三越千葉跡地ブリリアタワー千葉 JV なのでオリジナルネームかもですけども、欲しすぎます。立地が神すぎる。もうずっと言ってますけど欲しい。今年こそ公式ホームページオープン頼んまい。こちらは建築看板です。解体終わり着工の方はしておりまして、完了予定2026年の3月ということで、2026年入居物件、そうなると2024年販売物件になりますかね。でも公式ホームページは2023年内に出てほしいですけどもね。背は意外と高くないです。23階建ての80メートル、商業部分がありますので階数にしては背が高くなってきます。中古数は491個、チャンピオンは東京建物になってますので、東京建物のシェア率が高ければブリリアタワーで来るかなと。ただ野村不動産プラスファーストコーポレーションとの JV なので、シェア率次第ではオリジナルネームかもしれません。この立地のいいところは、まあ、とにかく駅に近いっていうところもちろんあるんですけども、南側に関してはわちゃわちゃした通りにつながっています。ダイバーハウスの業務ビルに関してはだいぶ完成近づいております。こっち側はとにかくわちゃわちゃしております。今もギャルに笑われました。とにかくわちゃわちゃしてます。お兄さんお姉さんいっぱいいます。ここから先千葉中央にかけてまだまだですね、わちゃわちゃな千葉が続くんですが、このわちゃわちゃを身近に感じつつ、この三越跡地のいいところはわちゃわちゃでない駅前大通りにも面しているので、こちらの広い歩道を歩くこともできます。もちろんこっち側にもですねお店はありますし、ヨドバシのところこっち側にもですね出入り口はあるんですけども、夜の千葉のわちゃわちゃっていうところに関してはさっきの南側になりますので、駅近いです、わちゃわちゃ近いです、でもこの落ち着いた駅前大通りも近いですと、神立地です。千葉のわちゃわちゃを経由して帰ってもよし、落ち着いた駅前大通りを経由して帰ってもよし、ビッグカメラの入る東口駅前再開発ビル、高架下の商業施設そごうにジュンヌ、千葉駅の駅ビルペリエ、駅中も楽しめます。ペリエの地下でディナーを仕入れました。いやー、千葉セントラルに住んでる時を思い出しますね。いやもう楽しくてしょうがなかったですけど、あの三越跡地ってなったらさらにもっと楽しいですからね。千葉の富裕層が黙ってる物件ではないですので、もう札束の殴り合いになることは間違いないでしょうけども、私も負けんぞ。いやー楽しみですね。三越跡地住む方で国産車乗る方はこのレクサスの地下がありますので、価格高くてもいいのでスペック高いと嬉しいですね。千葉セントラルを高さでは超えられないですけども、スペック面で超えてほしいっすね。これで外廊下だったらひっくり返りますよね。もう受けますよね。これで外廊下だと本当にひっくり返っちゃうんですけども、さすがに内廊下で来るでしょう。ディスポーザーは当然あるでしょう。各階ゴミ置き場もあるでしょう。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間を本当にありがとうございます。三越跡地期待しております。絶対に負けられない戦いですよ。頑張るぞ。それでは失礼いたします。ありがとうございました。